さあやってまいりました、こたびの武将のすすめは私松平忠久が担当いたしまする。さあ私は今武家屋敷のすぐ近く桜門町に来ておりまする。こたび紹介するお店はこちら、吉光鍛冶屋さんでございます。さあ鍛冶屋さんということでですね、格好もなんか軽装ということで来てくださいと言われたので、こたびはこのような格好をしております。さあどんなお話やったりどんなものが見れるのでしょうか、楽しみでございます。それでは行ってまいりましょう。武将のすすめとは、島原城七万石武将隊が島原らしいものを扱う島原のお店や企業をおすすめする企画、取材や企画も武将が行います。インスタグラムなどを使って協力店の魅力を発信しています。武将のすすめ。こんにちは。こんにちは。早速ではございますがお名前を教えてくださいませ。はい、吉光鍛冶屋井出純一と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、ということでですね、こちらは鍛冶屋さんということなんですけれども、はい、主に何を作られているんでしょうか。そうですね、基本的には農具、釜、そしてナタとかですね、一般家庭で使う包丁をですね、主に作っております。あ、なるほど。私鍛冶屋さんと聞いて刀なんか売ってるのではないかとちょっと期待したんですけれども、さすがに刀はですね、刀は免許がいるので免許を持ちませんので。さようでございますか。ではじゃあ今日は包丁をメインに見せていただけるとお話を聞いているんですけれども、はい、手打ちというのはどんな感じでやっていらっしゃるんでしょうか。そうですね、今の現代だと一人でできるように大きなハンマーを使って、その間中で手で小槌をついて、それで形を整えていく形でですね、手打ちとしております。あ、なるほど。それは実際に見たりとかはできるんでしょうか。そうですね、日々作っておるので、はい、見学することも可能です。あ、じゃあ今日私も見学できますか。はい、もちろんです。では今日見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは見学に行ってみましょう。武将のすすめ。昔は今ほど鋼をついたものをつけたものをですね、使っているわけではないので、昔ながらにですね、鋼をですね、柔らかい鉄に乗せてですね、それを、薬をつけてですね、くっつける作業になっております。ここは何かこだわりとかはあるんですか。そうですね、やはり随分失敗をしたんですけども、やはり温度ですね、温度が低すぎるとほとんど薬がつかなかったりとか、してしまうので、その、温度を見ながらですね、このタイミングっていうところでですね、叩いております。ちなみにこの釜の中の温度は今どれぐらいなんでしょうか。そうですね、およそ1000度を超えておるのではないかなと思っております。もう近くにおっただけでももうちょっとあったかいなっていうのを感じてたんですけれども、もっと近くにいらっしゃる井出さんはすごく暑いんですよね、ここ。そうですね、今日2月のですね、まだ後半ですけれどもすごく暑いです。あちってなりました。これは平らにしてるように見えますか。これは基本的に手槌で足りない、力でですね、はい、鋼をくっつけております。そして切りどころのいいところでですね、適当に切って、次の製造に向けてですね、形というか材料のですね、量をですね、測って切っております。これがないと綺麗にくっつかない。そうですね、やはり自分の手だけではですね、力が足りないんでですね、昔は向こう槌っていう職人さんが何人もいたんですけど、今はもう一人でできるように大きなハンマーを使ってですね、しております。で、こうやって曲げて、あ、これですね、実はいらない部分取ってるんですけど、なかなか取れなくてですね。あ、なるほど、はい、叩いて折っていらない部分を外してるんです。そうです、はい、昔はもうハサミがなかったので、そういう切り落としっていう道具を使ってですね、その片方から切り込みを入れて、あとはもう曲げながらですね、しております。これで一応の材料がですね、整いました。今回この作ってる材料がですね、革包丁というものなんですけど、ここからはですね、僕たちが普段、作っている包丁ですね、の工程になります。普段、作っているですね、包丁ですね、一般家庭用の包丁になります。
小さいものから大きなものまで作るんですけど、基本的に叩くっていう行為自体は変わらないので、小さいものでですね、今回はちょっと作っていきたいと思います。こちらはまた熱を加えて、さらに形を整えていくっていう。はい、そうですね。これはあの先ほどと違っても鋼が入った材料をですね、使っております。手間を省く部分ですね、基本的に安くできる。そして今からですね、包丁の芯となるものをですね、先に叩いて、そこから、先を伸ばしていく形になります。芯というのは手でも持ってる。そうですね。柄をつける芯というところですね。まあ、僕たちは中子とも言うんですけれどもですね、一番ここがですね、厚くてですね、どうしてもあの汗が出る。基本的に流れ作業に行くので、今日はあの数本しか叩きませんけど、大体は10、20秒で取り入れて叩いていくわけですね。大体ここに2ミリみたいな状態になります。こちらの叩く機械は先ほどね、ちょっと小さめでありますね。そうですね、こちらの方は小さいです。小さい分回転が速くてですね、小刻みに叩いていけるので、伸ばし方っていうのがですね、微妙な伸ばし方で叩いていけるので、形を作りやすい、ハンマーになります。幅を広げて、そうですね。基本的にこれを大体基本的にこの部分だけを作るだけでも大体300から、作っておりますのでですね、順番にこう1本ずつっていうのではなくて、基本的にはこれは同じ行為をですね繰り返しておく。でこれからさっきですね、先端とかすみません失敗して押してしまいましたがですね、まずここに、ついたスケールっていう、あのカスを取ってしまってから、それから叩き込むとですね、非常にあの肌が綺麗になったりしますので、叩く順番を間違うとですね、意外とこう形が崩れたりするので、ここが結構難しかったりします。片方だけ叩くのではなくて、やはりあの反対側も叩いていく、これがあの島原のこういうか包丁の、叩き方ですね。もともとあの材料を使ってたのかなっていうような形にまでですね、持っていたりするので、だんだんと包丁らしさというか、はい、基本形みたいな感じになってきてますね。そうですね、荒作りっていう僕たちは言うんですけども、あらかたのこう形を作って、この形で作ってしまうとですね、あとが作業が楽になる。焼き入れをした後に、歪みっていう曲がりが出るので、その曲がりをですね、包丁の傷が入らないようにですね、木槌で木の台で上で優しく叩いております。こう厚みを見ながら均一にという感じですか、ね、そうですね、基本的にあの、いろんなところが曲がっているので、曲がりをこう直しながらなので、表から裏からですね、叩いたら必ずどこかが曲がりが出てくるので、これも手槌の一つになります。結構慎重な作業になりますよね。はい、これで昔何度か鋼を割ったことがあるので、あ、はい、やっぱりこんなこう細かにやってても割れる時があるんですね。そうですね、もう曲がりが直らない時にえいって言った時にはポキッと折れることがあるのでなるほど、この辺は特にあの目が命ですね。やはりこう歪みっていうのがどこまでちゃんと見えるかっていうのがですね、あるので、これ全然曲がりが取れないやつとかもあるんですか。あります。もうあの、ねじれてしまったりとかすると非常に取りにくいので、どうですね、また次のことを考えながらどうしたらいいかなっていうので、一旦呼吸を置いて、もうそれに執着しないようにしております。やはりこう考えすぎるとものがうまくいかないこともあるので、でこれから研ぎですね。まずはあの荒研ぎということでですね、まず刃をつけていきます。基本的にこの荒研ぎの作業で刃をつけないとほぼ物が切れないというところの大事な作業になります。これやっぱり水につけながら研がないと綺麗に研げなかったりするんですか。そうですね、僕たちの刃物は基本的に水を使う、もうに熱をもう加えないようにですね、やはり摩擦で熱が加わると焼きが戻ったりとかするので、なんか台にこう重ねてガーって、そうですね、はい、手持ちですることも可能なんですけど、やはりこうブレないとかですね、力を入れたりするときには非常にあの、必要な器具になってくるんでですね、これもあの父の代からこう使ってる道具なので、全体的に研いでるような感じですか、それとも切れるところだけこう研いでるような感じですか。そうですね、しのぎをつけるっていう意味ではですね、もの、全体の3分の1、4分の1ぐらいをですね目安にですねしております。
この辺はもうものによって付け方は変わってくるんですけれども、できるだけ、しっかりはこう均一にですね研げるようにしております。この回転とかに手持っていかれたりとかはないんですか？ あります、やはり荒砥石の方は手前に砥石が回転するので非常に角度を立てすぎるとですね引っかかって、やはりちょっと怪我をしたこともあるしですね、見てたらすごく簡単そうにされてるので、あ、最初はすごく難しかったですね。でこれからが本番付けですね、大体のしのぎをつけてそこからきちんとした刃をつけていく、これも僕のやり方なのでですね、こう見ただけでもやっぱり綺麗に研げてるのが見えますね。そうですね、やっぱここの時点で、鋼と文字金の色の差っていうのがですね分かると、きちんと焼きが入っているのかっていう確認もできるんでですね、これは何を今ちゃんと研げてるかの確認をしながらっていうか、そうですね、あとその刃のラインですね、あ、一部分だけ研いでしまうとそこだけがへこんでしまったりとかですね、型崩れを起こしますので形を見ながらですね、それから、しっかりとしたまた刃をつけていくと。ここで僕がこう一つこだわっているところの最後の刃合わせですね、になっております。細かにこう削ったりとか。そうですね、これはもう僕の昔からの癖なのでなかなか抜けなくてですね、そこに置いとくだけっていうのができなくて、やはりちょっとこう小刻みに動かして、そこでこう刃に少し丸みを与えているのかなと僕は思ってますけど、この時点でもだいぶ切る包丁になってるんですか？基本的に切るっていう能力はですねもう備わっておりますので、この荒研ぎでしっかり刃をつけないと本当に物の見事に切れないっていうのをですね、まあ、過去昔自分でも証明して面白いこう写真とかや動画とかったことはあるんですけどですね、これこう研ぎすぎて割れるとかもあるんですか？割れるっていうよりもですね、砥石に持ってかれるっていう表現ですかね、引っかかった上でですね、でも、もう本当にぐちゃぐちゃになったこともあるので、でその後ですね、奥の方が仕上げになります。荒研ぎした表面をですね仕上げ砥石っていうのでですね艶を出していく作業になります。個人的には水をたくさん使ってですね、表面の艶出しをですねよくしますので、島原の優秀があるからこそできるようなっていう感じでもありますよね。あ、そうですね、島原はやはり水が豊富で、まあ生活的な言うとお値段が安いので僕たちにはすごくもってこいな食本当地域だと思います。これ手で触っていらっしゃいますけど痛くないんですか？これはですね切れないんです、実は、はい、縦方向に動かすとですね切れちゃうので、やはりこう、刃がついてるかっていうのは僕自分の指の表面でですね、刃が立っているかっていうのを確認しております。出来上がるとですねやはりこう、研ぎ目を取ってしまうとですね綺麗なですね表面になりますので、あとはですね、先端のですね、やはりこうバリっていうのを取るためのですね手仕上げっていうのをですね、少々しておりますので、ここでも水を使って、そうですね、はい、仕上げの砥石はですね少量の水でもいいんですけど、やはりこう水をたくさんつけた方がですね、非常にいいので、やっぱ手作業時のこのひと手間が切れ味につながっていくっていう感じですよね。そうですね、やはり少しでも手間を1個でも2個でもかけておくとですね愛着も湧いてくるしですね、こう自分がこう手を抜けない仕事をしてるんだなっていう気持ちにもなります。この時点でもツヤツヤになってきてるのがさらに分かりますね。そうですねなかなかこの作業もですねこう終わりがないですけども、ある程度のところで、あ、このくらいすると非常にやっぱ切れ味が良くなるというところでですね止めておりますので、慣れるまでがですね大変ではあるんですけど、研ぐっていうのもですね、やっぱ集中力を養う一つの作業にもなるので、地味な作業ですけどなかなか効果はですね高いので、すればするほど切れ味じゃないですけど良くなるんですかね。そうですね、こだわりは、まあ、特にはないんですけれども、こだわりすぎるとですね終わりが見えない作業になってくるので注意が必要ですけど完成ですか？そうですね、
いい感じに研げたと思います。でやはりこう定番のですね、あの紙を切るというですね、作業ですね。すごい切れ味が抜群です。松平忠房も研ぎたての包丁での紙切りにチャレンジ。切れ味が抜群でびっくり。井出様に切り方のお手本を見せていただきました。さすがは井出様、包丁の扱いは完璧です。松平テレビショッピング。再び特別にこの吉光鍛冶屋さんから名前入りの包丁をいただきましたので、早速使ってみようと思います。トマトを用意しました。くし形に切ってみますね。力を入れてください。どのくらいか、いきます。スー、おー、なんかこう何も邪魔することなく切れました。ほら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 、あ、綺麗に切れる。この断面すごく綺麗に切れてますよ。薄く切ってみます。ほら、薄くも切れますよ。切れ味抜群です。薄く、ほら薄く、少しでも薄く切れます。ぜひこの吉光鍛冶屋さんの包丁、切れ味抜群でございますので、ぜひ皆さん買ってみてくださいませ。部長のすすめ。作業場の見学をさせていただきましたが、はい、普段こうなんか何気なく使ってる包丁がこう作業を経て手打ちでガーッと作られてるのを見てですね、とてもなんか勉強にもなりましたし、はい、あの解説を聞いてですね、すごく手の込んだ作業をされてるんだなと感動いたしました。ありがとうございます。見せていただいてありがとうございました。この後はですね、お店の歴史について聞いていきたいと思います。はい、このお店は創業は何年ぐらいになるんでしょうか。今年で多分86年ほどになります。すごい老舗ですね。そうですね、まだまだその100年を目指しているので、あと14年ですね、はい、もうちょっと頑張りたいと思います。はい、このお店の名前の由来とかってあるんですか。はい、私の祖父がですね、吉尾っていう名前のもとにですね、うん、有限会社吉光さんのところでですね、当時7代目の方の一番弟子と入って、うん、その時にあの光っていう字をいただくことになった、なってたんですけれども、はい、吉尾だたので、同じ吉光として吉光の屋号をいただいて、うん、そして私今現在3代目になるんですが、はい、屋号をそのままに吉光鍛冶屋としてですね、今活動しております。すごい、86年は歴史がある老舗の鍛冶屋さんということなんですけれども、はい、そんなこの吉光鍛冶屋さんの包丁などなどはですね、どこで購入ができるんでしょうか。一応はですね、私今、工場の隣にですね、製品庫っていうところを置いておりまして、はい、そこに来ていただくか、もしくはネットショッピングですね、はい、そして初市等々のですね、出店業も行っておりますので、はい、各所今ツイッター、インスタグラムで発信をしておりますので、そちらの方情報を見ていただいてですね、よかったら、出向いていただけたらですね、いろんなあの包丁の話をしますので、よろしくお願いいたします。はい、これですね、ぜひともいろんな話を直接聞いていただいた上で、その自分に合った包丁などをですね、購入していただくと、とてもこう使い勝手がいい包丁などに出会えると思うのでですね、はい、ぜひ直接あの伺って購入していただければと思います。では最後にこの武将のすすめをご覧の皆様に一言お願いいたします。はい、包丁は切れないと大変きつい思いをしますので、ぜひ、購入だけではなく包丁の修理、その他ですね、いろいろ、聞いていただけたらですね、答えられる部分はたくさんありますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。切れない悲しみ、切れる喜び。はい、それでは皆様のお越しを吉光鍛冶屋で待っとるばい。島原市桜門町にございます吉光鍛冶屋からお送りいたしました。